一夜明けて、おはようございます。あ、おはようございます。あ、おはようございます。ちょっと寝坊しちゃいましたね。休んだよ。厳密に言うとそんな休んでないねんけど、いや、早くなる分はええやろ。早くなる分ゆっくりできた。 よう寝れたし、あの地面師全部見たったわもうええよ別に、もう帽子かぶるし、地面師全部見たわ。いや、お金は全然ないですよ、はい。いや違う、なんかネズミやら拾いに行ったりとか、車洗車出したりやとかで、まあちょこっとね、ちょこっとあの3000円ほどのマッサージ行ってみたいな。昨日暇やった？はい、5個パオゴシゴシ。あ、フーガちゃんも5個あざっす。目撃情報どうせ嘘やろそんなもん。どこで見られてて言ってみ。昨日ええとこおったん日本橋とかや。あ、おはようございます。全然いいよ、おったからな。マジらしい。え、名古屋どこ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 。名古屋から弾丸で帰ったで。ナビの履歴見せたろうか。あー、どうせあれやろ、あの名前に天然つく人やろ、騒いでたちゃうかおい、ちゃうか、どうせ名前に天然つく人やろ、なあ。え、だからネズミ拾いに行く、車洗車、ほんでで日本橋でパソコン見る、ほんでほんでフィギュアショップも行ったわ。フィギュアショップマッサージまでの時間あれやったからさ、フィギュアショップ行って、そんな感じですけどね。履歴、ナビの履歴見たらええやん。そしたら、ナビの履歴見せれって言うたら、あ、おはようございます。で、地面紙見て、あ、じゃあもう帰った。寝坊したからダッシュで出てきた。証拠隠滅なんかして。もう、ほんま。ちゃんと俺一日休むって言ったやん。ああ、嘘じゃないわ。ああ、だるいわ。朝からだるいわ。ああ、久しぶりにこっちの帽子にしようか。あ、今日全部終わったら家帰ってそのまま配信するで。ほんで もっと何見てんの。ただ今日あれやね、あの藤沢奈々の、リアト使いのメンバー募集せなあかんから、あの警備員の、で今日警備員参加できるよっていう人、あの何物資あれせんとあかんので、あの今回全員これ来てもらいます。全員分用意するんで、全員これ着てもらいます。はい、全員これ着てもらう予定なんで、はい、あ、全員これ着てもらいます。僕のそのメンバー入る方は全員着てもらいます。はい、先に京セラドームの上りは行きません。そんな三下配信者みたいなことしません。そうそう、ベスト。ちなみに俺空調服まで持ち出すからな、明日。ちなみに、あ、そう、空調服買いに行った。空調服買いに行きました。いや、44つってた。うん、まだ荒れてる。ああ、もううちんとこ空調服用意しましたよ。いやいや、休もう休もう休もう。
ちょっと待って、もうリフレッシュ休暇あざすっていうサブタイトルやめとこわ。え、明日藤沢奈良リアドツ会、警備員募集、警備員募集、募集、これでいいか。あ、よし。会場警備員募集です。あ、配信してこんといてな。あの、特に相沢さんとか、あ、配信してこんといてな。 あくまで藤沢奈々さんのリアトツ会で、あの、リスナーさんが、あの、来てもらおうよっていう会やから、あの、配信つけながら来る不届き者、あの、警備部隊に追い払われんで、思いっきり、なるべく、あの、配信つけてくるのやめてください。あの、リスナーさんとかも映っちゃうから、いっぱい来るから。いや、ゴキブリ来へんやろ。あ、おはよう。あ、そう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 、やめてね。みんなつけんと。警備員、まだ僕だけです。僕と、タッチョくんと、ワタケン呼ばれてるっつってるから、ワタケン。あ、そうそう、映りたくない人おるから、それは毎度おなじみやから。しながら来る人は警備員におっぱら、俺朝の4時からいます。あ、たんでた。バッチ欲しいから行く。あ、で、配信切ってきてなって言っといてな。もらってからは別にええけど、まあ、ただのリスナーさんとして来るのはええと思う。別にアイザーでも、ただ配信つけながら来んなよ。いや、違うよ、あの、リスナーさんが映るから、映ってまうから、それはな。どうせ藤沢奈々のリスナーさんなんて見た目ひどい人ばっかりやから、映ったらかわいそうやろ。あー、いらんこと言っちゃった、ごめんなさい、すいません。ごめんなさい、すいません。あー、すいません、すいません、本音出ちゃいました。はい、本音出ちゃいました。そうやね、そう、おばはんの力すごいから。あと、藤沢奈々さん目当てで来ているのにもかかわらず、ついでやからっつって俺に写真撮ってくれって言ってくる人おるじゃないですか。や、山田くんも撮ってほしいんですよ。黙れブス言うで。黙れブス言うてまうで。やめろよ。さっき立ってるから、やっぱ警備の時は、言うで、また。あ、こら、あ、すいません、風の人パオ、もしもし。ただな、ただ山田くんも頑張ってるからとか言って、 なんか、お布施とか渡してくるタイプは、かわいいかわいい、好き好きって言って写真撮るけど、あの、手ぶらで手ぶらでさ、あの、何、藤沢奈々の目当てで来てんのについでやからっつって俺の写真も撮ろうとする、クソブスババアは、ただで撮ろうとするクソブスババアはちゃんと言うで、多分。何それ。ただまあ、なんか着封筒とか、今ギフとかあったら上機嫌で撮るかもしらへんけどな。エマギフとかあったら、ああ、可愛かったら無条件で OK です。はい、警備員、ただただなんか打ち上げの名に飯をおごってもらえるぐらいじゃ、ええとこ行くか分からんけどな。だって警備せなあかんのに手止まるじゃん。あ、もうそういう方はぜひ95号さん。あ、そうやで、そうそう。始球式もうちょっとやから、
そろそろ何え、マジで京セラドームで会ってるやんな。もうちゃうかった間に合わんで俺。京セラドームで会ってるやんな。あ、合ってるとな。合ってるよな。もう甲子園って言われたら間に合わへんからさ。え、今、八尾。自分の月決め7700円の駐車場。あ、京セラでいいや。ほんじゃ、行くか。はい、おはよう。あ、もう TJ さんもおんねや。早いな。明日朝7時から、いや、ちょ、もう3時ぐらいにはおる。何言ってんの？警備やで。分かってんの？うん。3時からまず周辺警備せな、夜中の。うん。不審者おったら追い出さなあかんから。うん。名古屋帰ってから X 乗せてなかった。あ、ほんまやな。なんかツイートしてないな、そういえば。カンタロウくんでもツイートしとけばよかったか。うん。え、マジで五条さん貸せる？え、スタッフ？え、マジでいいんすか？ほんまにいいんかな、そんな。え、ファンタロック預けてないよ。うん、いや、たださ、持って帰ってきたら持って帰ってきたで、ふんまみれやからさ、うん、めっちゃ掃除とかしてたわ。こうちゃんまだやで。まだやけど別に慌てんでええやん。返す意思は示してんねんから。なんか名古屋で店食ってすぐ帰ったっつってるやん、うるさいな。もう名古屋女説やめて、もう。めんどくさい。なんか行かれへんくなるやん。おかしくありません。花火ください。おかしくありません。本当に花火ください。あ、わかった、わかったわ。ナイスや。うん、ナイスやわ。毎日200ナイス目標やからね。毎日200ナイス目標なんで、押せる方は押してください、よかったら。空白も何も俺休むって言ってたやん、うん、俺結局実質何もせんとぼーっとしてた時間24時間もないってんで言うたら分かってる。今月休みなしやで。うん、1日しか。どうすんの。うん、うん、マジで。ちゃうルービーバカだな。俺はそんなさ、ナイス上位行きたいとかじゃないの。ちょっとでも運営さんからお小遣い欲しいだけやから。意味わかる。店の後の足取りが不明だった。ペットホテルの領収書見せて。ほんまもうもうあかんわ。話にならんわお前ら、マジで。もう何やってもそれ、何やってもそれ。そんなやりだしたらキリないけどな、言うたら。全部領収書やん。見てもらってません。あるわけないじゃん。もうまた、もうほんまにもうだるいわ、だるいわ、もうだるいわ、ほんまにもうしんど。今日野球行くよ、今から。疲れるわ、ほんま。もう無視しとこう。で、しかもペットホテルの領収書なんか取ってても経費できへんからな。いや、経費ならん。そんなんなるわけないやん、アホなん。うちのとこ法人ちゃいますよ。ならんわ。ならんよ、ならんか言ったら。ならへん領収書なんか基本全部取ってないから俺。怒られんの嫌やから、何でもかんでも入れて。怪しい休み方してないやん、俺言ってるやん。ちゃんと一日休みませんって。何も怪しないやん。
俺ちゃんとツイートまでしてんけど、いける？え、いや、車止めるとこはなくならん。なんでって、あの、何？割と手前止めて、そっから、あの、自力で行く。あ、これそのまま帰るわ、今日。うん、それでええんちゃう、別に。そのまま帰ったらええねや。あと、さあ、普通に考えて、旅行行ったら片付けもめっちゃあれやからな。いや、夜に帰るかまだ分からんやん、俺が。そうそうそう。アホか、なんでも学び。もう次も、次大阪帰ってきたら放課の女。ちょっとナビ見せれるって全部別に。うん。女なんかおるわけないやろ、言うたら。今から部屋行ってたら間に合わんやろ。こっち寝坊してんねん。スルーってなんやねん、何のスルーやねん、してないやろ。あー、だるいわ。いや別にうんこ食ってる時ちゃうからええねんけど、別に何言われてても。スルーしないで。いや、ある、外歩くん暑いから、夏場はあれじゃねえ、別に夜以外は外歩かんやろ。すぎるやろお前。俺の放送時間何時間か分かってんの、毎日毎日。なんで隠すって、隠してないけど。何も観光配信してほしいです。誰も見ないです、そんな放送。はい、僕と配信したい女の人募集中です。はい、あー、じゃあなんか夜中はかかってきてたん知ってるけど、うん、うん、寝てたわ。うん、あー、もううるさいわ、ほんま。ブーブー、行くぞ、うん、行くぞ。もうどこ行っても女、うん、大阪おっても女、名古屋おっても女、東京おっても女、もううるさ。ああ、さあ行こうか。あ、おはようございます。前はもっと配信時間長かったよ、3人とやってた。どういうこと？前そんな配信時間長ないから。あ、前も長いか、今も長いか。いや、俺別に嘘ついてない。暑いからやろ、これ外見ろよ。でしょ、うん、汗かきたくないね。よし、行こうか。そしたら向かいます。今注文の銀座のママが山田のこと大嫌い。マジかよ、俺なんかした？あ、行こうか。そしたらもうええやろ、うるうるうるさい。うなぎ屋さんも一人で行ってたやろ。もう店に聞けや、もううるさいわ。うん、店に聞いてくれよ。あ、機長迎えに行ったろうかな。ええか、別に近くおるか、泊まってるか。いやいや、高橋の方が休んでるって。機長あれやったら迎えに行ったんで。まあ俺ホテル知らんかあれやけど。あー、うん、今やったら乗っけて行ったんで。よいしょ。はい、行くか。じゃあレッツゲリロン。じゃあ向かいます。あの配信者の球投げるところ見に行こうぜ。たかし子供いるし休むの分かるけど、いや俺だって
あのネズミっていう子供おるんで、ゲリロン。はい、向かいます。あ、間違えた。え、今やお疲れたよ、東京。疲れた。一回で寝れるかな。寝れるね。しかしここ狭いわ。いやー、大阪やったらナビなしで走れんのいいよね。行こうで。稼いだやん、トーク。いえいえ、そんなもん人並みですよ。皆様方のおかげで人並みです。あー、ガソリンが、あー、ありゃー、あっちゃー、ガソリンが。ネズミ元気やで。あー、バレ元気。あっちゃー、やばいな。ガソリンがあれやな。うわ、どうしようかな。どうしよう。あっちゃー、どの駐車場と。あー、ありがとう、いいよ、キーの人。どんどん行こう。入れたらいいやんって、どういうこと。入れるお金はどこにあんの。うちのとこそんな裕福ちゃいますよ。助けてください。この辺止まらない、あれやな、危ないな、突っ込んでこられたら。あ、心臓くん、大の成人男性、大人、自称お金持ちが風船1個、ありがとう。え、いや、京セラドーム、京セラドーム行く。30分くらいちゃん知らんけど。よっしゃ、魚ナイス、オッケーよ。2000円分入れれません。よっしゃ、投票券も2枚ありがとうございます。 R の人、いいよ、うまい。行くで。あー、誰かミスってファンタとか投げへんかな。俺マスリーなんかないでもいいからな、ぶっちゃけ。まあ10位以内に入れたらラッキーぐらいでいいちゃう。はい、17票、ありがとうございます。よいしょ。で、どっちやったっけ。銀座のママにめっちゃ嫌いって言われてちょっと笑った。あざっす。好きの反対は無関心やからな。休み、え、ネズミ拾いに行く、ガソスタ行く。あ、よーこばおはよう。パワー出す、オッケー。で、日本橋行く。フィギュア見る。フィギュア見る。で、税理士に電話する。で、あと何してたっけ。あー、あのナルトのさ、あの何、波風湊とか、ちょっと気になったやつあったから。せやな、声枯れてたもん。だいぶマシだったら喋られへんかったもんな。波の履歴見せれるよ別に。今月もホロライン1飛びます。飛びます。フラグ入ってます。はい、だって今月さ、あのチュポちゃんか、TikTok 買えるっつってるからさ、無理ちゃう。いやいや、ちょっともう飛ぶ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 。今月ワンツー飛ぶで言うとくけど。あ、違う、ワンツースリー飛ぶんや。今月ワンツースリー飛ぶ確定やぞお前ら。頼んだで。あ、そう、 TikTok 買えねえって。いやいや、ええか別にそんな。こちらはそれ何、あの裏でそういうことせんと、あの正々堂々放送のみで勝負や。あ、おはよう。あ、せやで、そう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 。どうせまた TikTok では推しおるやろうからさ。じゃあ、クロミちゃんはあれやん、もう入院やもん。だってどうしようもないやん、1週間で出てけえへんかな。やろ、
で、あれやん、ツインドラゴンズの片割れはさ、なんやかんや言うても何あの配信者とトラブってるとか言うし、もう全無理やで、ワンツースリー無理やあ、ちゃうわ、 N 社長がおるわ、せや、 N 社長おるわ、 N 社長、ほんと、いや無理やろ、無理だしょ。いやでも今月は事故ったね、事故ったねあ、すいません、もし可能な方よろしかったら、あの毎日200ナイス目標なんで、押せる方よろしくお願いいたします。出かける、うわ、例の人でしょどうせこれ、はい、パオー、ほんとね、いつか一緒に淀川で大花火見ようね、オッケー、うまい、よっしゃ、また来てね、ワンツーテコンドー、また来て、今度オッケー、よっしゃ、クリア、出す、絶好調やね。あー、この人も単独山田推しとかになってくれへんかな、マジで無理かな、うん、どうですか皆さん、よかったら山田のフォロワーランキング飽きそうですよ、うん、どうですか奥さん玉の剣、いや始球式、ユージ最近投げてくれへんって、なんかことあるごとに放送では俺の名前使ってんのに投げてくれへんって、なんでや、うん、7500万の新築買ったがどうのこうの、山田くん遊びに来るとか嘘吹いてんのにさ、山田使用料払ってよ、うん、でええけど、うん、あ、せやな、ユーズイ坊主なってたな、ことあるごとのその嘘に山田結構使ってんねんからさ、頼むから使用料ください、家と車買ってたって何も映ってないやん、乗ってもない、映ってもない、じゃあそんなん別にど、な何言っても別にええねんけど、使用料払っていってください今月の。いや知らん、そんな画面に映るか映らんかちゃうか言うたら外画面はな、これ iPhone15 Pro ギガマックスやからな、あ、思い出した、来月 iPhone 買おう、そういえばやけど来月 iPhone 買わなあかん、16かなんか出るんでしょ、じゃあ15の値段下がるやん思ってんけど、そう、いやいやいや、じゃあ絶対いるわ、あ、 iPhone 買わなあかんわ、あ、そう、消耗品費、買わなあかんわ、何代目、いや15は2代、もう15固定でいく、もうこれこんだけ使って、うん、トラブル全く、引きフォンは絶あれやん、あの LINE 用に入れ替えなあかんやん、あ、いや、もうもちろん経費 もちろんなあ、そうそう、ちょっとアップデートせな、そう、さすがに残債ありの iPhone 中古怖いやん言うたら、うちもパソコン買う、そうでしょ、ちょっとパソコン買うんやったら課金してもらっていいですか、向かってめーす、今から京セラドーム向かいめーす、 iPhone 使い心地、いやまだ慣れてはないけど配信する分には最高よね、松田屋なんかで分けて金貸したリスナーが来てて荒れてる、なんかあれやな、でも最近 そっちかオラオラ界隈も賑わってるよな、言うたらあのニキリストとかあと誰か知らんけどもう後の登場人物はちょっとよくわからんけど、誰かバンなりそうやな、また京セラドームまで、どうやろう、40分ぐらいちゃう、 ALL 下道で行くから、うん、ALL 俺昼間の配信嫌いやねんな、眩しいし、
え、駐車場は離れたとこ止めて、でそこから歩いていくか、ファンタスティックくださいって言ってタクシーで行くか、どっちかじゃ甘いか。もう始球式13時って言ってるから余裕やろ。それでも寝坊したけどな、うん、日焼け止め塗ってるもん、余裕で塗ってる。え、中は無理やろ。12時ぐらいならな無理ちゃう、知らんけど。昼ご飯コンビニで食うか、適当に思った。腹減った。昼ご飯コンビニやな。あ、そうね。あ、イギリスとかに対してぐちゃぐちゃ言ってる人多いってことなのに、いや、オラオラ界隈も大変っすね。ああ、またコンビニ。いやちょっとな、いや、マキは今日ちょっとこすってられへんわ。こすりたいとこやけど、こするか。マキウチの家で面接する。涼しいし、そうしよう、決定。うん、マキウチの家で面接しよう。あ、12時半集合な。了解、ありがとう。いや、何から何まで貴重君ありがとうございます。リタイア界隈って何？リタイア界隈って何や。あ、そうです、貴重君が呼んでくれたんで、いやごめん、その俺野球のこと分からんねん。ボックス席ってなんなん？ガラス張りってこと？ガラス張りでシャンパンとか並んでる感じ？その感じ？どういうこと？ああ、せや、なんかキミ君のなんか通知だけ見てんけどさ、 LINE まだ中身見れてないね。なんかあったみたいな、サメちゃんとキミ君が、頑張って。激おこなんや。食事も出る？ほんじゃ食っていかん方がええんちゃう？まぁちょっと俺、メンバー募集せなあかんからさ、食事食ったらあれやけどな、ちょっと最後までは試合見てられへんけどな。メンバー募集せなあかんから、え、また揉めたみたいな。え、タバコ吸えんの？ほんで無理なんか。あ、数合わせ。俺そんなことないよな。もしかして数合わせ要因ですか？嫌だ、コメントやめて。いや、ほんまな。あと、すいません、皆さん、道間違えました。すいません。うん。道間違えました。すいません。もうだから言うたやん、俺。もう、勘弁してや。まあ、いけんことないけど、バカ大回りやわ。勘弁してよ。いやいや、別にいけるけど、これで。いやー、喉乾いた。もう、道間違えた。まあ、別に、トイレは大丈夫。トイレしてきた。いやいや、いけるよ、いけるよ。これ、まっすぐでいけるから、別に。てか、逆に、千日前とか走った方が混んでそうやし、言うたら。中央通りやったら、あの何、効果あるから信号スルーできるからさ、案外間違えてるけどこっちの方が早いかも、余裕で。ライブカメラで確認したらベンツ行くよ。女行ってんな。女か。あ、じゃあまだイベント終わってないか。あ、うん、分かってる。そんなな、あの166、俺常識あるから大丈夫やで。大丈夫よ、そんな。
なこと分かってますね。いや、だから車はだいぶ手前に止めるか、あのだいぶ通り過ぎたとこ止めて、あの何歩くか、うん、球場付近の駐車場なんか止められへんねん。でもこの時間から行ったらまだ止めれるけどな、ぶっちゃけ。まあちょっとまだ付近うろうろできる時間あるから、うん、言うても駐車場はちょっと考えるわ。いや無理ちゃうね。はい、無理ちゃいますね。あの対象のあの裏側の方の駐車場とか余裕で空いてるから。うん、甘いねみんな。あ、イオンとか止めへん、ごちゃごちゃしてるから。何やなんか迎えに行かんでも行けるやろ。迎えに行ったろか。うん、藤川さん、藤川奈々さん。いや、近場の目立つとこは無理、もうもう満車や。あ、面接してる、迎えに行ったのか。鳩飛ばせ、迎えに行くぞって山田が。ああ前で降ろしたんで、今やったら。はい、おはよう、182、おはよう。あ、はい、あとナイス、よかったら押せる方押していってくださいね。え、メシバー入ってない？おっしゃ、リンリンナイス、いいぞ。相当暑いよ。京セラドームリアトツはない。あ、駐車場とかに来てくれたら別にあれやけど、ステッカー持ってきてないで。局長の始球式やから。はい、おはよう。昨日観客3万。嘘でしょ。オリックスとロッテって人気あるん？あ、阪神ぐらいしかわからん。阪神巨人ぐらいしかわからん。あ、っていうかあれやん、セリーグちゃうやん、パシフィックリーグじゃん、パリーグの方やん、今思ってんけど。人気のセリーグ、何？実力のパリーグみたいな感じやろ、ちゃうの？わかる？いやでも実力はパリーグの方が上って言われてるよな。ちゃうかった。なんか イベントで優勝したからとかじゃなかったっけ、なんかのそのあれやろ、あのタイアップでしょ、企業の。ちゃうの、企業タイアップイベントじゃないな。あ、せやんな、言うたら企業コラボやろ。なあ、せやんな、セリーグの方が実力はないって言われてる。始球式はなんと1時からです、お昼の。はい、歴代の始球式で一番、いや多分やけど田代正史とかも昔投げたよなと思ったら、あれちゃう、うん、一番の底辺は田代正史やと思います。ああ、うん、ちゃうか、うん、一番底辺やろ。ナイスの目標200なんすよ、毎日。はい、もし可能やったら。チョイスしんどい。あ、うん、あと金のタヌキさ、リンリンってバレてんねん、イチゴ、うん、バレてんねん。まあええねんけど別に。うん、もうええねんけど、ずっとマナミマナミって言ってるけどさ、うん、お前バレてんねん。あと名古屋の時、女って騒いでたイチゴバレてるぞお前。金のタヌキイチゴはもう9割方リンリンやからな。もうこれだからさ、ガチ恋は。ロッテ戦でも混むんちゃん、日曜日やから。土日はやっぱ混むで。でも大阪やで、大阪バリバリ。あ、お米でわかる。銀のタヌキ1号で日中っていう時間を加味したらもう9割方この人やもん。え、7人おるよ大阪に。飯食やってるわ今、来るやん始球式。俺はそれ終わったら、あの警備員募集枠します。
警備員を募集します。あ、はい、ナイス、よろしくお願いします。毎日200ナイス目標なんで、よろしかったら。営業部の田中です。運転モードなので通報してもいいでしょうか。よし、ブロックです。小前くんと行文にドタキャンされ、誠二さんに断られて山田にチケットが、まあ、あ、そういう理由なんや。うん、巡り巡ってきたわけやな。うん、蛍光ベストは、ホームセンターで買うわ。3万やったら足りるか。3万やったらな。うん、これは買うわ。お前くん何やってんの。ていうか大阪くんやったら一緒に乗って帰ってきたらよかったのに。お前アホやな。大阪くんやったら乗せていったんの。警備今誰も決まってません。はい、ちなみに勝手に優作ファニー TV、ヘタローさんっていう勝手に言ってるだけ。え、だってあれやん、あれやん、大阪の藤沢奈々リスナーさん、ひどい人多いから。いや、父ちゃんに決まってないよ。お前迎えに行かれへんな、今から始球式の後、警備せなあかんから。あー、ダメ、いる。だって俺が警備部長やから、もう一任されてるんで、こっちで。ちなみに いらんって言ってる人おっても、じゃあいらんって言ってる人が警備部長やってくださいよになるから。あー、やろう。いるって、もう前回のあれ踏まえてさ、まあ、絶対いる。そのワタキンとかはもう一旦ハビゴ組やからどうでもええねんけど、ちゃんといる。なんか勝手にパシャパシャ写真撮ってくる人とかさ、ああいうのちょっと人払いちゃんとしてくれ。なんか羽根さん放送に映ってまうから な700がずっと配信回してるはずやから映ってまうからな。あ、お月町、お月町、俺も向かってんで。あ、そうそう、警備の人は配信ちょっと ダメなんで。何や、優しいからさ、なんか打ち上げの時とかに回しなよとか言ってくれる可能性はあるで。まあ、そうそう、もう前大変やったから。あ、美容室いい。お月町、お月町向かってんだよ、お月町。はい、頑張ります。始球式の前に美容室行くん。そう、俺恥ずかしなってきてんけど大丈夫か。全身パチモンの服、頭ボサボサ、まあ、顔は男前やけどさ、やばない。どうしよう、恥ずかしなってきてんけど。大丈夫。あの両タッチョくんとかさ、かっこいい系めっちゃ来るやん。大丈夫。こいつ全身服パチモンやにならんかな。え、帽子はいつものあの パチモンのプラダ。今日綺麗に上から下までパチモンやん。え、サプライズでさ、打席俺が立つとかないよな。え、一応バッティンググローブも持ってきたけど、いらんかないか。サプライズでさ、打席俺とかない、代打ない、あ、ないか。あるわけない。あ、じゃあバッティンググローブいらんかったが、あ、いらん。あ、来ちゃった。向かってんで、ちゃんと早めに、せっかく誘ってもらったから。もう いらんか。え、グローブはいらんよな。いらん。いらんか。いや、でもな、俺が呼ばれるってことはワンチャンそういうのあるからな。なんか ロッテ側か、ロッテ側からさ、山田さんちょっと振ってみませんかみたいなサプライズ演出みたいな、急に球場の電気全部消えて、球場の電気全部バーン消えてさ、分
かる スポットライトがドカン俺に当たって、始球式の友人の山田さんです、うわー、でさあ、しゃあねえっすねみたいな、ほんで機長が投げた球俺が打ってまうみたいな、バックスクリーンに叩き込むみたいな、ならんか、どう、うわーってなるやつ、うわーってなるやつないか、ない、いやいや、ワンチャンある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 、いやいやいや、それで俺あれちゃうか、やっとふわっち村から抜け出せるんちゃうか言うたら、ゲトを抜け出せんぞああ早くゲトーから抜け出したいわ、ゲトーから抜け出したい、あ、なんか、やっとな、ゲトーから抜け出したい、もうこの薄汚れたこの排水溝の底コンテンツから抜け出したい、マジでなんとかならんか運営さん、いつまで排水溝のドブネズミせなあかんねんやろ、もうマジで日の目浴びたい、マジで、日の目浴びたい、うんこ食いやめなよ、じゃあそのためにさあ、どんだけ臭くてもうんこ食い続けてんねんやろうが、ちょっとか言うから、もう俺がゲトを抜け出す方法、うんこ食い続ける以外ないねん、間違うやん、ブチ切れ、いや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 って言われてもね、ユニフォーム買っときなって、ごめん、え、機長俺ユニフォームどこで売ってるん、阪神タイガースショップ寄るか、そしたらどっかの阪神のユニフォーム買うわ、いや汎用性ないからさ、ロッテとかオリックスやと、阪神のやったらまだワンチャン使えるからさ、いやちゃうやん、だって使い道ないやん、俺ロッテとオリックス食われてもわからん、いやいや阪神がいい、だって阪神のやったらなんかアムウェイの洗剤ぐらい使い道ないから、今のあ、すいません、アムウェイの洗剤ぐらいどうしようってなるみたいな、やめとけよ、あ、すいません、え、お前今日うざいな、あ、すいません、いや、やっぱ睡眠ちゃんと取れて休養できたからさ、全然ちゃうね、モチベね、今日とかほんまマジで明日の朝まで配信できる体力あんもんな、えぐいわ、いやたまにはやっぱリフレッシュいるね、思ったわ、やっぱ3000円のマッサージでも行ったら全然ちゃうわ、で運転ずっとしてたやん、もう肩こりもひどくてさ、ほんともう、それがめっちゃスッキリした、ほんまどうする、キャッチャー、いやバッターやな、いやほんま、あ、ありがとう剣のたぬき252号さんのそういう気遣いが好きです、俺やっぱり剣のたぬきさんって気遣いとかちゃんとできるよね、剣のたぬきさん、もう本当に252号さん、すごい素敵、本当、てめえジャシャー、俺ってやんでよ、ほんまジャシャーを立てついてくるな、いやもうちゃうわ、してるか、そんなもん、いやちゃう、やっぱ金のタヌキを見ると、どうしても何よいしょしたくなる病気、いやじゃあ時静かちゃうよ、いやいやいいよ、野良でも頑張って目指そうね、あの金のタヌキ、え、3万人ってすごいん、3万人って知れてるくない、だって藤沢奈々がやで朝配信つけたら1万2000人おんねんで、すごいんそれって思ってんけど、
だってプロの選手が寄ってたかって3万人しか集められへんねやろ、知れてるくない？いやちょっと価値観変かもしらんけど藤沢なら一人で1万2000人集めんねんで、うん、だって選手の数ってさ、あの何監督あの補欠入れてやで、関係者な、関係者やろ、要はプレイヤーが40人います、1人1000人呼べてないねんで1人1000人呼べてないねんで、うん、思わん、え、思わん、え、ちゃうの、ちゃうの、え、違うか、配信見んのとわけちゃうか、いやいやいや、なんかもう3万人ってだからすごいんか、いやごめん、わからん、ここはなんかすごいっていう感覚にならんねんけど、言うたら、え、ただじゃないって言ったってどうなん、うん、あ、そう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 、大谷とかやったらさ、うん、もう10万人呼べるやろ、うん、そう、高校生でも5万人やで、言うたら、うん、プロが3万人ですごいっていう感覚がようわからへん、言うたら、うん、やっと次1000人来て、あー、それやったらすごいか、それやったらすごいか、いや知らん、ごめん、球場とか俺野球とか全然わからんから、うん、あ、そうか、スタジアムが10万人入らんとか、いや、ちょちょちょ、いや、なんかそれすごいんかな、3万人ってすごく感じへんっていう、うん、でもお金払うって考えたらあれやね、やっぱすごいんか、いやいや、俺プロスポーツ嫌いちゃうで、別に。あの、いや、サッカーも野球も別に嫌いちゃうで。うん。すごいなと。だって、球投げたら150キロとかねえもんな。あの人ら肩まぐってんで、多分。うん。それすごいなと思うけど、やっぱ3万人って聞いて別に何も思わんみたいな。絶対一緒に行きたくないタイプ。なんでよ。プロスポーツの観戦は嫌いちゃうって、俺別にすげえなと思うもん、うん、え、俺テレビに抜かれると思ってんねんけど、あ、俺機長からタダでもらいました、はい、機長くんからタダでいただきました、あ、その恩は返したいと思います、どこか何かしらの形で、金勘定、いや金勘定では変えてないけど、なんか3万人がすごいのがようわからんみたいな、あ、だからやっぱりあれやねんな、藤沢奈々がすごいんか、あ、1人で1万2000人やもんな、毎日な、わかったわ、藤沢奈々がすごいんだわ、だって名刺部でも1000人ぐらいおんもんな、一人で1000人呼ぶってことは芸能人っていうかプロ野球選手と同等ってことでいいんちゃう？いや、ちょっと名刺部でも1000人呼ぶやん、余裕で。って考えたら、って考えたらやね、藤沢奈々がすごすぎんのか。藤沢奈々のせいで、何？一般の感覚がバグんのか、言うたら。いやいやいや、だって藤沢奈々リア凸待ちしたら4、500人来るやん、言うたら一人で呼ぶやん、うん、とって考えたらこれこれさんがすごいんか、うわーやばいな、だってこれこれさんってさあれやん、もっとやん、名刺部やったってもっとやん、うん、一人で球場を毎日埋めてるようなもんやもんな、あーすごいわ、あー、これこれさんと友達になられへんかな、いいか、いや上には上おるよな、ほんまな、であとあれよな、朝倉のミクルとかもすごいよな、ペーパービューイングとかでもあれめっちゃ行ってたもんな、人数、あの朝倉のミクル、どうもごきげんよう、朝倉ミクルです、うわーすげえよな、この間のお、あ、誰やったっけ、いやあいつ名前出てけ、平本戦負けて引退しますね、やもんな、
いや俺カイ君あんま好きじゃないかも。俺はアウトサイダーから見てきたからな、朝倉君のことは。うん、あれすごいよ。引退せんといてほしかったけどな、引退せんといてほしかったわ。あ、せやで、俺圭之助さんの試合とかマジでリアルタイムで見てたからな、あの朝倉未来 VS 圭之助さんのあの試合、ほんまにもうその時に見てた人やから。いやちょっとマジやってマジやって、あ、 YouTube でやけどもちろん、バカだな、 あれがドーピングなわけないやろ言うたら、平本蓮がドーピングなわけないやろ。しかもあんだけでかい試合、あのドーピング検査めっちゃちゃんとしてるから、あれはもうたまものよ言うたら、ほんまにガチでトレーニングのみで作り上げた完璧な体よ。だって SNS までやめてんだあの人、練習のためにっつって、考えたらあれはもう、もうあれやろ、練習そのものやろ。いやそんなこすいことせえへんってもんであの人。あ、まだ出てないの。いや、ほんでドーピングしてないと思う俺、あいつは。いや、だから体があまりにも仕上がりすぎてたから言われてるだけやろ、言うたら。いや、あれはもう絶対練習やわ。絶対練習だわ。いや、格闘技見出したのは俺、バダハリっていう選手出てきてからやな、あのアリスター・オーフレームと、ちゃうで、それはやっぱごめん、世界の選手やわ、言うたら。あのアリスター・オーフレームと、そう、バダハリ、あの二人をね、言うて、見るようになりだした。ちゃんと見るようになりだした。え、平本蓮、平本蓮はあれよ、あの SNS やな、もう俺見るようになりだした。めっちゃおもろいツイートするやんみたいな、バリアおるやんみたいな。あれ間違えた、これまだまっすぐやったわ。あれあらあら、違反したら怒られるから。あ、山本キッド、紀文とあれな、須藤元気な、あ、アンディフグな、かかと落としね。ああ高須幹也から格闘技まで、まあせやな。いや高須幹也はおもろいやろ。幹也もあんま熱いからね。やっぱ俺捨てハゲ界隈なんで、幹也も見るよそら。あ、はい、皆さん、あのもし可能な方よかったら、よろしくお願いします。ナイスボタン、毎日200目標なんで、今アワーさん、あ、それは見た。猪木とアリも見た。アリキックな。そうですね。話題、まあなんかな、いろんなの見るよね。そこ家なので乗せて、あ、ええで、どこ？あのタワーマンションか、右斜め前の。どれや？ボクシングは今、あの選手見てる、あの、アメリカのあの、松吉みたいな選手、名前出てけんけど、あのめっちゃおもろいやつ。あと井上尚弥の試合は大体ちゃんと見る、あれやばいわ。あー、川口やったっけ、あ、京口か、見えひん、見ないです。もうあれちゃう、井上以上の選手はおそらく100年出てけえへんと思うわ。あれすごいよな、あの子な、才能と努力両方やもんな。なんか女遊びとかもしてなさそうやしな、あの子な。いや、レジェンドよな。あの子遊び全然そうしてなさそうやん。井岡はなんかさ、どっかのタイミングでさ、あの
あ、遊び出したやん。なんかフェラーリ乗ってみたりとかさ、その差よね。その差やっぱ天狗なったらあかんわ。俺もやけど、そうやっぱ天狗だったらあかんわ。本当にマジで天狗だったらあかんわ。もったいなかったな、ほんまな。まあ銭持つとな、いや本当調子乗ったら失うよね。もうは調子乗らんとこは。アリバイ枠取った後チェックアウトするなよ。してないわ。してるか。するか。そんなもったいないことするか、このケチが。それやったらアリバイ枠やって、そこに女呼ぶ方が正解やろ、多分。そんなもったいないことするの。アホな。ポイントカード貯めてんのに、変なことせえへん。お、そうなんや、井上尚弥の。なんか泥棒入られてなかったっけ、その人の家って。ちゃうかったっけ。あ、空き巣入られてなかった。あ、無料アイテムありがとうございます。あ、最初の奥様。あ、うん、まちゃんのところはポイントカード貯めてる俺。行く頻度多いから。会員カード出してポイント貯めてなんか景品もらおう思ってる。大事に今育ててるから。あ、無料アイテムはないですね。いや、なんか商品券とか、なんか、まあ、雨に、なんかちょっとこじゃれたもんもらえる。めっちゃ貯めたらシャンパンとかもらえる。まちゃん、あれから、なんか仲直りしたらしいね。LINE 入ってたわ。なんかイベント、いや、27日からです。27日から飛び乗りです。はい。いや、そうよね。関わる人で変わるよね、言うたら。それは思う。俺関わる人なんて本当 R 社長とかマチャとかテテさんとか牧内とか、本当関わる人で人生変わるで。あと天然ストレートさんとか、ほんまにマジで普通の人おらんもんな。あとイチゴオッカーとかコウちゃんとか、やばない。せやな、トップグループやな。いつか何かのタイミングで法人ってなったら、ほんまにトップグループで名前しようか、法人名。どう思う？なあ、どう思う？あ、ありじゃない？トップグループ名前いいよな。株式会社トップグループ。いや、じゃあこれはな、あれよ、一日リフレッシュ休暇したから喋り続けれるという、それだけ。もう今全然しんどくないもんな。株式会社トップグループかっこいいよな。お、もうちょいで京セラドーム付近です。もうこの辺ぐらいからは歩いていこうか、京セラドームな。止めるとこないから。あー、ミスった。これ左行けばよかったよ。ミスった。あー、ミスったな。今んとこ左入っていったらいくらでも止めるとこあんねん。まあでもまだ10時半からええか。2時間あるしな。いや、いいわ。というな、京セラドームの方近づいていったら人多すぎて電波取り合いになるから配信できへんねん。俺知ってんねん。ふわはあかんねん。人密集したらな、電波の取り合いするやろ。せやな、俺の中の小吉さんが出てきたな、最近な。イケカテの自覚やな。ああ、すいません。もうテンション高いんですよ。だってさ、ここ1ヶ月でさ、一番体楽やもんな。ほんまに。一番体楽やね、今。ああ、じゃあこれ左か。1ヶ月間通して今日が一番体楽。
いや、寝たも7時間ぐらいで、多分、7時間いかんぐらい、やっぱ休み取ったら全然ちゃうよね、1日の休みは絶対ええわ、思ったわ、本当から1日休もう。2日休んだらさ、配信のモチベーション なくなってずるずる2、3日休んでまうけど、でもほんまマジで1日休むはいいわ、これ思った。2週間に1日は休もうって言って、採用決定です。13時からなのに早ない。いや、だってご飯も食べてないもん、うち。1日休んだらリスナー離れたら、その後また配信つけて取り返せばいい。ダメです。いやいや、儲かってませんよ、そんな。もう皆さんの方が儲けてらっしゃる、ほんと。そんなことないんですよ、ほんとに、マジで。みんなの方が儲けてらっしゃるよ。あとみんな覚えときや、教えたるわ、俺が、俺がレクチャーしたるわ。この辺のな、わけわからへん筋入ったらな、駐車場空いてんねん。ほら見てみ、ビンゴな、空いてたやろ、余裕で。で、こっからやったらな、京セラでも別に歩いていけんねん、ぶっちゃけ。空いてるよな、ドヤ顔で言うてるけど。あ、ほら全然空いてるやん。しかも1300円とかやで、ば、ここ止めよな、言ったやろ。ちょっと離れたらな、ちょっと離れた、わけわからへん裏路地系の駐車場はまあまあ空いてるから、早起きたら覚えときや、みんなな。これ止めにくいよな、このバーあるタイプ。横にバーあるタイプ止めにくいよな、俺。はい、到着。こっから歩いていこう。あれ、これどうやって運転モード終了する？あれ、ちょ待って、どれや？カメラ、あ、これか。はい、お帰りなさい。朝ごはん食おうか。やっちゃもうダメだね。結局また延長系だね。言ってたけど。治った？もう何でもいいよ、頭。いや、ここは迷わん、迷わん。 TJ さん今ドーム前におる。俺は駐車場の中は涼しい。826新八丁の裁判決定。いや、いかんよそんな、遠いやん。東京地裁かどっか、地裁やろ多分ちゃうの。ええよ、もう遠いわ。あ、おはよう泉ちゃん。あー、ガソリンが、ああ、大花火ください。大花火ください。でもみんなあれやろ、月末でお財布しんどいやろ。そんなあなた方へ朗報です。内装してください。内装してください。もしよかったら200ナイス目標なんで、よかったら僕で、あ、ちょっと暇つぶしできたなみたいな、おるやろ。あ、ありがとうございます。うわ、増えるわ、ナイス。あっちゃー、 あっちゃー、あたた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 。あと、こっからマジカルワードでいくか。マジカルワードで、マジカルワードいこうかな。どうしようかな。200行ったらいいからな、俺んとこは。すいません、皆さん。相沢さん、嫌いな人、ナイス押していってください。お願いします。お、相沢幸喜さん、嫌いな人、ナイスよろしくお願いします。うわー、めっちゃ増える！すげえやん、これ！なんだよ！うわー！あちゃー！爆速で増えるやん。やば、一気に増えた。うわ、やば。
うわ、目標の300ナイスいきそう、これ。今日、1日分回したら300いきそうやな。うん、ありがとうございます。うん。マジカルワードえぐいな。そういうのでナイス押しません。増えるね。総合吉江さん抜こう思ったら、藤沢チート1回入れな、無理やな。1回使わせてくれるかな、無理かな。飯おごるわって言ったらいけるかな。藤沢チート1回でいけるけどな、多分。いやでもな、もうそればっかりに固執するのしんどいからな。結構ユニフォーム買わん、お金ないもん。買わんよそんな。いやさすがにもったいなすぎるって。ああいうのって多分安ないやろ、何千もするやろ。いやいや吉井さん頑張ってるよ毎日、毎日頑張ってらっしゃるよ、ブラウスコのために。やろう、さすがにちょっとな。いやだこの後俺さ、下にも書いてるけど、明日藤沢奈々戸塚い警備員募集で、俺あれやん、これこうたらなあかんから、メンバーに、これとあと誘導灯と、あと作業用ヘルメット3つ、それにもう万飛ぶからな多分。ああそうそうそう、分かりやすいやろ警備員って。他知らん、誰経費で落ちるわけないやろこんなもん、無理無理。あの何でもかんでも経費では落ちひんから言うたら無理だよ。せやな、誰かいません、今配信見てる人で。わたきんは多分7夜呼んでたから来るんちゃうか言うたら、そいつ配信つけてたら、あのせめて7やんがリアトツカやってる時は配信つけんなよ、貸すって言っといてな、前回もやったけど。そのでも伍長さんってこういうの優作は決定やねんけど、まだ連絡ないねん。警備足らん、最低あと2人で、マックス4、2から4、あの SP 状態にしたいから言うたら、こう分かる、藤沢さんのこう周りこうちゃんと、あのこっちで、あの無線とかも全部用意するから、今回は無線用意するんで、はい。あ、無線いります、はい。無線も用意します、こっちで。羽根さんあれらしい、7やんあんま好きちゃうらしいわ、ほんまか嘘かは知らんけど。え、せいじさん来んの？せいじさん絶対来えへんやろ、まだ東京おるんちゃうの。まあ限界態勢やな言うたら。やっぱあれよね、トランプ大統領もやっぱり耳打たれたりしてるんで、もうほんまもうちゃんとせな、どうするかやな。今誰も、どうすか大阪の配信者の方で僕のこと嫌いじゃない人、あ、おらんか、それ言ったらおらんか、どうですか。あー、せやな、この間も村継ぐなってたしな。ど中村来るか、大阪まで来るか、間に合うぞ。どうする、用意してるで、空調服は俺の分しかないけど、来るか来るか中村。さすがに来へんか。あ、ほんなあかんわ、体調ガチ崩しやって。あれか、ゼウスさん出てきたからか。あ、出てきてないか。信号無視してでも来いよ。ちなみに俺も訴えられんねんな中村。
俺も訴えられんねんな、ゼウスさん出てきたら。心当たりないねんけどな、なんでやねんやろ。あ、潰すって言われてんの。そやで、俺出てきたら潰すっていう脅迫を受けてんねん。そうそう、んで理由が面会の時ちょけまくってたかららしい。理由が面会の時ちょけまくってたっていう理由らしいです。確かにずっとふざけてたよな。何も怖くないやん。いやいやいや、怖いよ、そんな潰すなんて言われたら。脅迫じゃん。被害届出そうかな。それだけ。いや、面会あれやで、もう大喜利やったからな、途中からは。いや、それはやらん、さすがに、いちいちな。それはもう相沢さんの時だけやから。和也さんありやな。これ連絡先でも知らんねんな。ありやな、和也さんとかも。ピンパパはもうそんなあかん、かん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 、絶対あかん。しかもお願いしたら多分ほんまに来てくれそうやけど、絶対あかん。絶対あかん。ジジイさん来るかな。どうやろう。じゃあこの放送を見てて面接来てほしいねんけど、できたら。履歴書と職務経歴書と、納税証明持ってきてください、可能な方は。はい。可能な方は履歴書、職務経歴書、納税証明、3点セットで。はい。保険証はいい、別に。納税証明、持ってこれる方は。はい。前科は OK です。はい。マイナンバーカードはいらん。美容室行かんよ、俺。今んとこ誰も名乗り上げへんやん。なんで？みんな寝てんの？朝やから。みんな寝てんの？いや、こうちゃん、まあワンチャンありやけどな。仕事してへんねやったら。とりあえず、優作だけは直接声かけたから、いけるって言ってたからさ。そう、ファニーさんは直接まだ何も交渉してないから、できたら、みたいな。いやいや、ファニーさんおったらいいよ。ファニーさん。パチョチョあかんわ。熱中症で倒れる。いやいや、いるから。宮部もあかん、仕事あるから。夜花屋さんはあかんらしいわ。七やんが。リリーはあれやろ、ただ一つ来るだけじゃないの。どうせリリーとかさ、あと桃七とかは何も言わんでも勝手に来そうやん。こうちゃんお小遣いあげるんじゃない、俺に借金返さなあかんねん。おはよう。欲しい、忘れてた。ちょっとすいません、緊急です。忘れてたわ、花火ください。お前言っとけばよかった、忘れてたわ。誰かちょっと一個花火くれへんすか。変な意味じゃなくて、忘れてた言うから。じゃあ言うからちょっと花火ちょっと欲しいっす、マジで。じゃあ花火や、忘れてたわ。あー、一個くれへんかな。魚でもいいけどな。くれへんかな。魚でもいいけどな。あかんか。ちょっと一個欲しいなって思ったけどな。言う忘れてたわ。もう暑いかな、ほんとなんとかならんかな。笛吹く、もうこ
ここいてる人なあ、ほんまな、心優しい人絶対おるけど、ハマチでもいいよ、なんでもいい、うん、ちょっとあかんかな、ほんま、あ、10個パオゴシゴシありがとう、いいよ、風の人ナイス、オッケー、いいよ、ナイス、オッケー、いいよ、うまい、ええよ、刺さってる、うまいで、うん、むちゃくちゃええよ、ありがとうございます。そうそう、みんなもなんか真似していって、はい、ふえりさんありがとう、手の人パオン、あざす、オッケー、いいよ、そう、これこれ続けて、もう本当にキャリーの店行くだけやったらええで、別に行くだけな、そうそう、魚でコンボつないでいこう、ほんと、よっしゃ、行かないっす、もうの人パオン、いいよ、イカ、ええよ、イカが怒ってる、うん、いかんせんな、やっぱりな、イカだけに、あ、ありがとう、手の人パオン、カジキ、いいよ、カジキちゃう、これなんや、これサメイちゃんや、サメや、うん、サメや、いいよ、うん、行って指名するわけないや、言うたら、なんでお金捨てに行くん意味わからんやろ、言うたら、これから入りよういっぱいあるから、本当に、昨日女とハフハコって何、オフパコやろ、ちょっと慌ててコメント書かんでええねんって、ハフハコって何やんもう新しいワードを生み出すなよ、オフパコってちゃんと書けよ、ハフハコって何やん、あ、今日からまたあれやな、一日休んだから配信の沼やな、ずっとやってんやろうな、ハフハコ、はい、リンリンパオン、オッケー、いいよ、あ、こんにちは、とっておきさん、あ、山田やったらハフハコしてくれる、もうアンダーバーなってんで、もうオフパコアンダーバーですよ、よっしゃ、右の人ナイス、オッケー、いいよ、マンボウ、ちゃっちゃマンボウ、いいよ、いいよ、魚、うん、魚いいよ、ちなみにマンボウは寄生虫多いらしいですよ、あ、サーの人パオン、こんにちは、ちなみにシイラは身の水分量多いから、うん、あの何、あんまり市場に出回らへんらしいっすよ、カサゴパオアザス、ちなみにカサゴは生息域がそこやから色が赤とか黒多いらしいですよ、はい、はい、ズワイガニパオン、ズワイガニはカニ目じゃないらしいですよ、どっちかというとクモらしいっすよ、はい、足の数、はい、はい、え、カニもなんかしてないよ、汗やで、はい、いや、俺魚の知識エグいんで、言うたら、うん、あの、あ、ちゃちゃちゃ、嘘じゃない、嘘じゃない、えい、パオン、アザス、はい、ちなみに毎年赤エイの毒で死んでる人おるんすよ、うん、エイの毒は、あの、あれですね、即死級っすね、あの、このわかるトゲ、特に赤エイとかの毒はもう即死級なんで気をつけてください、はい、ヒメカサゴとかはやばい、もう手パンパンになる、うん、はい、気をつけてくださいね、はい、山田が好きな魚はキンメダイ、うん、あ、伊勢エビは結構どこも漁業権かかってるんで勝手に取ったら犯罪者ですよ、コリンスパオン、はい、白人、オッケー、いいよ、うんうん、あ、ヒョウモンダコはやばい、テトロドドキシン、え、すごいね、やてな、あれな、ヒョウモンダコは一撃やで、うん、うん、気ぃつけろよみんな、ヒョウモンダコ見かけたら、な、紫のあの反転あるタコ見かけたら逃げろよ、そんなでかないけど、うん、あいつらほんで意外と攻撃性高いからな、あ、ヒョウモンダコ、うん、気ぃつけてね、あ、でかない、ちっちゃいヒョウモンダコ、うん、気をつけろよ、何その知識、いや、だから俺あれやん、先行海洋学やったからさ、言うたら、うん、そうそうそう、あ、まあ生物学ですね、うん、そうそうそう、さて、海結構ヤバいの多いからな、気ぃつけろよマジで、ハゼパオアザス、オッケー、はい、秋口になるとね、あの汽水域にも上がってきて、うん、ただ泥抜きせな、臭くて食えないですね、うん、はい、あ、海蛇はやばい、海蛇はマジでやばい、うん、あの何、あのもうコブラレベルやで、うん、海蛇系は全部やばい、気ぃつけろよ、うん、
ウミヘビ見かけたら逃げてください。ああいや、ちゃちゃちゃ、コブラ級やて、ウミヘビ。はい、チンアナゴパンを。ああ、ちゃウツボなんか毒ないもん。歯鋭いだけやもん。タチウオと変わらんやん、ウツボなんか。ああ、ブラックマンバーほどはいかん。ああいかんけど、ウミヘビももう噛まれたら絶対死にます。はい。はい、お疲れ様です、キミ君、パオン。なんかサメイちゃんがどうのこうのやってんねんな。なんかね、キミ君今。パオンあざす、オッケー、いいよ。あ、クラゲ。赤クラゲは、毒あります。気ぃつけてください、赤クラゲ。一般的な。ちなみに、江戸時代忍者が乾燥させて毒として使っていたのが赤クラゲです。はい、覚えとけよ、うん、赤クラゲを乾燥させて粉末状にして忍者が毒として使ってた、うん、覚えとけ、クリはね海の妖精、捕食時あまりにも気持ち悪いことから、やっぱり可愛くないって認知されてるよね今。うつぼの毒は知れてます。噛まれても死にません言うたら、はい、知れてます。いやだから言ってるじゃん、だから言ってるじゃん、生物学やったんで、和名じゃなくて洋名で全部言えるんで俺、釣りも別に嫌いじゃない。あ、脱はな、尖ってるからね、突進してくるんで。でも脱よりかはゴンズイの方がやばいよな、カツオのエボシはヤフオクで売ってますヤフオクで売ってます。はい、カツのオオトシゴはあれ漢方にされてるよね、中国とかやと。乾燥させて人でもやばいな。あかんやつはおるな。まだ持てます、はい、あ、論文書きてー、マジで論文書きてー、マジで論文書きてー、で、あ、じゃあ花火くださいって言ったのはただ欲しかっただけです、はい、見てよこのポイント欄、3003ポイントって書いてんで、あ、でもいい方かこれ。ちょ待って、あ、思ってるより良かったわ。なんでや、あ、ちょ待って、思ってるより良かったわ。ごめん、ごめんごめん、思ってるより良かったわごめんなさい、3003ポイントもあるわ、ごめん、もっと少ないと思ってた。はい、ノーの人ありがとうございます。アンダーさん、俺リリー母ちゃんに言われても戦んかってんだよ。褒めてよアンダーさん、リリー母ちゃんのヘイト向け手伝わんかってんか。褒めてよアンダーさん、マジで、お稲荷くださいよ本当。アンダーさん、花火一つください。花火一つでよしよししてくださいよ本当。はい、皆さん目標ナイス300なんでありがとうございます。ヒコポンから NG ワード来ました。山田さん主人に了解取りました。分かった、近々行くわ。トップグループ鳥取編決定です。ヒコポンから今 NG ワード来ました。トップグループ鳥取編開始です。もう行きます。近日公開です、トップグループ鳥取編、鳥取支部。あ、せやで警備隊長な俺任命されたから、この間七夜の家行った時に警備隊長です。僕がかわいたな。いや首ならんやろ多分。リアド使いの時は俺テキパキやるもんちゃんと。だからあれよ、リアド終わって最悪別にあれやんな、俺が車で逃がしたらええねんな。それもありやな。そうしよう。
あの周辺地図と、あの何搬入経路と、うん、あの退場する動線はもうちゃんとあの用意してあるんで、ええ、で大阪城付近の、半径 200m は、うん、こう各配備してるんで完璧、うん、完璧です。それワンライブのやつやからやろ、ゼロワンのは。よーしー、まあ、あ、ありがとう、特命さん、ミーの人、パオー、ほんとね、いつか一緒に踊ろうね、オッケー、いいよ、うまい、踊ろう踊ろう、そうそうそう、続けていこう、その習慣、みんなな。よしー、まあ、汗やな、そうそう、大丈夫。もう、警備官あるんで。これ一応ちゃんと、あの、違う、防弾チョッキいらん、防弾ガラスやから、うん。メルセデス製特別防弾ガラスやから、うん、よし、今ちゃうやろ、風船2個、パン6個、いいよ、6個、はい、その人パンを刺す、いいよ、よし、今レート上げてきた、いいよ、きたー、よし、今花火ありがとう、パンを、ほんとね、いつか一緒に淀川で花火見ようね、オッケー、いいよ、よし、今ええよ、刺さった、お金持ち、あ、すごいこと考えたんだけど、いやそれやって俺東京行って1週間バンになってんけど行ける、うん、そのすごいことを直後にやりまくったから俺、うん、やりました、おそらく15回はやりました、あ、で最後東京でそれやって太郎くんが俺のペイペイ買って、ペイペイで買ってくれて1週間バンです、はい、あ、ニコ生の人な、それやりまくったわ、うん、あ、おもろかったよな、外壁でな、ペイペイのコード移したらじゃんじゃんジュース出てくるな、うん、あ、めっちゃおもろかったよな、うん、でもわかんわ、上さんがあかんねんて、うん、マジで1週間食らったもんな、地獄やったぜ、あ、どんどこ太鼓、はい、パオーアザス、オッケー、ほんとね、いつか一緒に太鼓叩こうね、うん、オッケー、はい、スタッフグもナイス、パオーオッケー、いいよ、それ130円で1週間バンやからな、もう二度とやらねえわ、絶対やらんわ、せやな、俺が最後やな、言うたらペイペイ小敷1週間バンで、うん、界隈に激震が走ったよな、130円で1週間バン、しかも東京行っててバンやからな、マジで地獄やったぜ、あ、東京行っててやで、東京行ったら毎回バンなるからな、え、東京行ってバン俺3回あんで、え、ミニラさん大暴れてバンやろ、でペイペイの小敷やろ、あともう1回バンなってるような俺なんかでな、なんでやったっけ、やりすぎてバンなって、巻き込ままんとこやったっけ、うん、いやいや、もう今月はナイスしょってるからな、もう絶対バンならんで、もう変なこと言わんで、もういや、でももうかれこれ半年ぐらいはバンなってないけどな、あ、来た来た来た、323、うん、 QR 決済等の何 QR 等を写してみたいな、うん、なんかもう具体的に来たわ、うん、あ、そうや、せやせやせや、なんか怪しい人ってつけ回してバンなったわ、歌舞伎町でな、それや、もうが絶対剥奪されへん、もう、あ、安牌で行こう、安牌で行こう、今月はもう、どこで投げてもアンダーバー投げてたよってめんどくさいのはどこかのリスナー、いやほんまそれな、あ、アンダーさんナイスパンオフよ、行こうよアンダーさん、あ、行こうよ、ちょっと行っちゃおうよ、あ、いたたたた、足しびれた、当時山田のアンチ今より汗やな、今はどうやねんやろうな、アンチとかおんのかな、え、アンチの人います、あ、あ、アンチの人います、アンチの人はちょっと花火投げてみてください、アンチの人は、あ、おらんな、おらんわ、うん、おらんわ、アンチの人は花火投げてください、あ、おらんわ、おらんおらんおらん、あ、今おらんのちゃう、あんまり、うん、ほぼおらんわ、うん、ゼロやわ、いや、おらん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 、ほんまに花火投げたらアンチやけど、うん、うん、よいよいよいよ、アンチいなくなったら、まあせやな、
でもな、雑談タヌキ全然伸びひんもんな。雑談タヌキが伸びない。マジで見てきてみ。雑談タヌキ見てきてみ。多分な、予想10人おらんぐらい。10人ぐらい予想。いやそんなんせん。俺別に何書かれてもええもん別に。あ、かろうじてある。配信やってる時でも10人いかんぐらいかな。で、配信サボってる時でも10人いかんぐらいかな。おらんねん。いやでもマジの炎上って数えるぐらいしかしてないからな。マジの炎上はあれへんよな、ほんまな。あそこ囲いすれじゃん。え、囲いすれなの俺んとこ。おでも書かれてもええわなあ。アンダーさんパオン、いいよアンダーさん。アンダーさんチケットあんのに、チケット配布されるその元どこ行ったん。どこ行ったの元どこ行ったの、それチケット、チケットの元は、元それチケットもらえるのに、元どっか行った、もうどっか行っちゃった。アンチでも粘着は、あーせやな、粘着はおらんやろな。元は欲しいなげてる。なんでやねん、なんでやねん、あーなんでやねん。山田さん、山田さん、うん。で、ここで雑談タヌキって言って行った人何人かおって9人やからな。えぐいやろ、レベチやろ。いや中村とかのさ、雑談でもまあ見るわけよ、言うたら中村んとことかでもさ、なんかあの常備さ20人ぐらいはおるやん、言うたら。なんだんやろうな。あ、ありがとうございます4票パンを出す。あ、あ、そっか、ブロックせんからか。ブロックするか、ちょっと久しぶりに。今からアイテム投げへん人全員ブロックしようか。じゃあ増えるかな。え、今からアイテム投げへん人全員ブロックしていこうか、言うたら。どうする殲滅する。お前じゃなくなるか、あそこ、下手したら閲覧10なるな。誰もおらんくなるな。あ、和道さん100人。さあ、中村くん。え、中村なるぞって。中村いつも人おるやん。いつも人おるやん。羨ましいわ。いや、イベラスはみんな少ないって。イベラスはみんな少ない。俺だってそうや。最後さ、あんだけ盛り上がってたイベラスでも300人ぐらいやったもんな。みんな少ななるよ。いや中村イベントやってたやん。はい、サメイちゃんパオアザス、オッケー。イベントやってたじゃん。あ、サメイちゃんこんにちは。なんかあれやねんな、またこじれてんねんな。いやいや、みんな減るて、みんな減るて。減るよ。大丈夫アンダーさん、しません。パオンするわけないじゃん。中村、いやでもな、イベントは減る で、でどうしてもな、こじきせなあかんからな。ちょっと待ってな、俺なんかスクショ撮ってん。そういえばそれ、俺も少なかってん。な、どれやったっけ、どれやったっけな。あ、こっちじゃないか、端末。俺も少なかって、難しいよね、ほんとね。閲覧もアイテム持ってどっちもはなかなかやっぱ無理やな。 あれはやっぱ誠治さんとかじゃないと。いいよサベイちゃん、パオありがとう。